少しキャベツ入れます。このぐらい、このぐらいこんなにいっぱい。お肉の代わりにこれが入ります。ミートボール。クマロカレー15、10。あ、そうなんだ。25じゃなくて15、10なんだって。へえ。はちみつスタンバイ。お湯、はい、どうでしょう。あれ、アクなんか出てないや。アクはなし。これだ。ミートボール。味。これ。いいね。はい、どうでしょう。ああ、いい感じですね。へえ。アクはない。ねえ、ないね。この状態で15分。これ、コクマロ甘口。はい、じゃあもういいとしましょうか。ものすごい。4個全部入れちゃえ。
はい、これであと10分、まあ10分経って10分もあれですけど、写真撮ろうか。はい、これね、蜂蜜。こんな。よし。いいね。はい、炊けてましたよ。あ、じゃあもう取っちゃおうか。よいしょ。どうでしょうね。おお、いいですね。このくらい。いっぱい持っても食べきれないから、それじゃあ盛りますよ。これもたくさん持って大丈夫ですからね。これでもかかってぐらい。すごい。はい。それじゃあね、まあ写真も撮りましたから、メインディッシュ、これがミートボールカレーです。好きです。北海の味。優しいヨーグルト。南アルプス天然水。どうでしょうね。うん、いけますよ。このミートボールが入るとこがいいでしょ。うん、おいしいね。コクマロカレーって甘口でもあれだね、少し辛いね。
もう少しかけてもよかったね。キャベツも入ってますから。優しいヨーグルトでもいただきますか。これでいいや。これね、美味しいんですよ、何気に。ベルクさん、それじゃあね、あとはこれはあとです。ミートボールカレーができました。美味しくいただきましたよ。ご視聴ありがとうございました。